札幌北区。菜の花って黄色かったでしょ。でもね、大根の花ってね、違う色してるの。何色かわかる？これね、文中で白。そう、白。行われていたのはオンラインでの授業、おうちで学びや広告を学んだり、こちらは東北の春を探す授業も。この日は15人の先生がボランティアで得意分野の授業を展開。幼稚園児から小学生を対象に1回20人が学べる。先生も生徒も全国どこからでも参加が可能だ。楽しかった。どんなことが楽しかったですか？田んぼの、うん、ああ、よかった。自然を観察するのは面白いなと思いました。もともと、うんうん、自然と触れ合ったりするのが私も子供も好きなので、はい、楽しそうだなと思って選びました。運営するのは3人の若手経営者を含む20人ほど。全校休校になったタイミングで、やっぱ知り合いのママ友だったりだとか、つながってる人たちとかがみんな一斉にどうしようって言い出して、私はすごくしんどかったので、この人たちも同じくしんどくなるのはすごくかわいそうだから、どうにかしてあげたいっていう、本当その思いだけで。その先生の授業に出たら、驚くべきはそのスピード。構想から開校までわずか3日、今週月曜に授業を始めた。授業料は無料で2週間の期間限定の開校だが、すでに生徒1500人が登録。先生は無報酬にもかかわらず250人以上が集まった。運営は寄付で成り立っているという。すごいかかってます。すごいかかっていて、でちょっと赤字気味なんですよね。どうやって事業を継続できるのかっていうところを今、共同代表と一緒に悩んでいるような状態で、唯一の救いはみんなすごく楽しそうに仕事をしてくれてるっていうことだけですね。今後事業化を検討している。